ウォルト・ハザードは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手。1964年東京オリンピック金メダリスト。イスラム教に改修後は、マフリー・アブドゥル・ラーマンに改名。デラウェア州、ウィルミントン出身。UCLA 時代は同校を、初の NCWA トーナメント優勝に導き、その後は、プロリーグ NBA 入り。現役引退後は母校に戻って、コーチを務めた。 UCLA では、ジョン・デン主義のもと、ゲイル・グッドリッチと共に、強力なバックコートを形成し、チームを牽引。1963から64シーズンには、同校を無敗で、NCWA トーナメント初優勝に導き、後に続く9回の優勝、7連覇と UCLA の黄金期の道を開いた。個人としては、トーナメント最優秀選手、 ユスピウィ選出のカレッジ年間最優秀選手、オールアメリカンチームに選ばれ、背番号42は UCLA の永久欠番となった。1964年東京オリンピックではアメリカ代表に選ばれ、金メダルを獲得した。1964年の NBA ドラフトで地域指名を受けて、ロサンゼルスレイカーズに入団。 ハザードは10シーズンのキャリアで、延べ6チームを渡り歩き、この間に、ムスリムとなった。キャリアハイは1シーズンのみ過ごした、シアトルスーパーソニックスで1967から68シーズンに記録した24.2得点4.2、リバウンド6.2アシスト。このシーズンには、オールスターゲームにも出場を果たした。NBA 通算成績は724試合の出場で、 9087得点3555アシスト、平均12.6得点4.9アシストだった。1984年から母校、UCLA のヘッドコーチに就任。同じ年に UCLA 体育伝導入りした。4シーズン指揮し、125試合で77勝を挙げ、1985年にはネット優勝。 1987年にはパックマイナス10のレギュラーシーズン優勝とトーナメント優勝に導いている。2011年11月18日、心臓疾患のためアメリカが州国カリフォルニア州のカリフォルニア大学ロサンゼルス校内のロナルド・レーガン・ UCLA メディカルセンターで死去。69歳ボーツ、ウォルト・ハザード。 ホーマースターコーチ法 u c l a DS アット69ニューヨークタイムズ2011年11月18日閲覧ありがとうございます。